ま、ご飯会の話からするか。アキロゼン、実はね、お褒めと、ま、ちょこちょこね、ご飯行ったりとかっていうのもあるんだけど、実は、久しぶりに、山から、山じゃないな。上空から下山してきた、ドラゴン会長、あ、そう、コゴちゃんと、ご飯にね、行ってきたの。もう本当に、めちゃくちゃ久しぶり。まず、会った瞬間に、ハグしたね。もう鼻がツンツンして、涙出た。でも本当に嬉しくて、まず一旦ハグから。その時他にいたのは、チョコ先生と、トワピと、ノエル、フレア。そしてアキロゼかな？の6人で。あー、なるほど。団長が話してた。いや、そうなんだよ。アキロゼはね、その回を、そもそも、まあ、チョコ先生が、話してて、一緒に、どうみたいな感じでね、誘ってくれて、行くことになってたんだけど、どんどんね、日が近くなってくることにメンバーがどんどん増えて、行きたい行きたいっていう人がね、増えて、でも、相変わらずね、スーパーファンキーだった。うん。いや、大好きだなぁと、改めて思ったよ。まあ、今回、アキロゼの鼻にストローを入れるという珍事件は起こしてないよ。うん。そう、相変わらずの、放送禁止用語ではないけど、もうそんなワードもバンバン飛び交うぐらいにはスーパーファンキーだった。うん。感動の再会をしつつなんだけどさ、アキロゼ的にね、印象に残ってることが、ま、いくつかはあるんだけど、なんかトワピが急に、まあ、隣だったんだけど、トワピが。え、マキ先輩なんか、髪すごい綺麗とか言ってめっちゃ触ってきたっていう話が。印象的で、なんか気づいたら髪をね、触ってきた、トワピが。頑張って、じゃあ美容院行ったりとかして、頑張ってんのよ、もうすぐフェスだしって。そうなんだとか言って。なんか、ま、みんなでさ、やっぱ久しぶりに会うから、ま、ご飯食べるじゃん。お店的にもそろそろですかみたいな感じで、お皿片していいですかとかさ、そういう感じで、こう、来るじゃん。で、終わりかけたんだけど、またね、あ、ちょっと追加でじゃあ、ユッケを、ちょろちょろ追加が入って、デザートで一回締めた後のユッケとか、殻の多いデザートみたいな感じで、3回ぐらいね、デザート食べて、お肉食べて、デザート食べて、殻のデザート。もう一個いっちゃうかな、みたいな。でも、とても美味しいご飯だった。団長食べ足りなかった。いや、アキロゼも、実はお家に帰ってから、うわ、めっちゃお腹空いてるかもしれないって、思っておにぎりは食べたかな。うん、まずお値段の話はいいじゃないですか。でも、すごい美味しかったけど、思ってた、覚悟してた値段よりかは、すごいお得で、いくらぐらいの、そういえば、まあいいじゃないですか。なんだけど、アキロゼさ、最近、まあ、ここしばらくか、出かけするときに、あんまり、お財布として持ち歩かなくなってきたのね。こう言うと、財布持てないかってなるかもしれないんだけど、なんかスマホをバッグみたいなさ、かけれるやつ、ショルダータイプのやつ、それを一つで出かけるみたいな。そう、アキロゼはね、カード派だからあんまり現金を持ち歩かない。いつもね、ちょこっと現金を入れてるのよ。いざっていう時のために、まあ、ちょこちょこっとは入れてるんだけど、そうで、補充し忘れて、アキロゼ行っちゃって、あ、じゃあ一人このぐらいかーって言ってさ、代表してね、チョコ先生が払ってくれてたんだけど、でもアキロゼカードしかなくて、わ、やっべ、渡せる現金が、あ、ってなって、アキロゼちょっとその場でね、3000円しか入ってなかった。あ、って言って、残りは今度で、って、渡そうと思ったら、アキちゃん、その3000円は持っていなさいって。突き返されたっていう。やっちまった、ピーナッツだよ。でも、ま、これで、また、次もご飯に行くという、きっかけができるから。うん、次は、行こうって言って、そういう時は出すからね、って。ごちそうになりましたという話。うまいものを食べに行こうって言って。
一番先輩なのに、あ、いて、あ、いて、いて、いて。いや、でも本当にね、楽しくて、で、その後ね、お家に遊びに行ったりとかして、まあ、またちょこちょこね、どっかで話ができるタイミングとかあったら、小話挟めたらいいかなと思いつつ。また、いろいろ遊んだりしようねっていう話がさ、やっぱできたから、こっからじゃない？